皆さんお願いします。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。この特別な日にパワーオブユースフロ広島というイベントにようこそお越しくださいました。ここ広島は8月6日原爆投下の日から77回目の年を迎えています。倉光静香と申します。現在ユニタールインターンとして活躍しております。本日は中島渉さん、元ユニタール青少年大使とともに司会進行役を務めます。はじめにまず皆さん一人一人に心から歓迎の意を示したいと思います。そして国連と広島県に対して心から熱く御礼申し上げます。このような若者の声を届けるまたとない機会をいただきまして本当にありがとうございます。最近では若者は世界のリーダーとする対話する機会が増えました。自分たちの意見を交換する機会です。このことは本当にワクワクします。というのも討議の場に多様性をもたらす重要性をみんなが意識し始めたというふうに思うからです。このような展開によって万民のためのより良い持続可能な未来につながっていくと確信しています。さらに本日は世界のリーダー、それから市民の皆さんに今回生配信を通して若者の声を聞いてくださることに対して御礼申し上げます。さて本日のパネリストでありますが、5名の若手の日本在住の若者たちが出席しています。さらにまた国連事務総長アントニオ・グテーレス氏にご同席いただく光栄に預かりました。事務総長は2017年に現職に就任される前、国連機構と公職に長いキャリアを積まれていらっしゃいます。その中で全ての人々の尊厳の実現に尽くしていらっしゃいます。今回このように同席してくださるということで本当にワクワクしております。ではここでグテレス事務総長から開会のご挨拶を賜ります。まず本当に皆様方に囲まれてここに来れて大変嬉しく思っております。ものすごく象徴的な日です。広島のは2回目でした。そして初めて平和記念式典に参画することができました。そして最悪のあの恐ろしい原爆の日を思い起こす日となったわけです。本当に皆様方ご存知のように大変な日でした。この日を思い出して一つの大きなメッセージがあります。私の世代からの謝罪です。そして皆様方の世代に我々が何を伝えていくかということを考えると、あなた方に責任を渡していくわけです。そして皆様方、そして知事もいらっしゃっていらっしゃいますが、この状況をシフトしていかなければいけないというふうに思うんです。我々の世代は世界をから核兵器を排除しようとしてきました。しかしそれでも効果的な形でそれに気候変動であるとかさまざまな脅威、それに対して対応することができていません。例えば
0.5 度に、失礼、1.5 度にそれをコントロールするということを歌っても十分な形ですることができなかった。そして2050年にはさらなる気候変動の GHG を削減するということを歌っても、しかしながらそれでも増加の意図です。そして 45% をさらに2030年には削減するということを言うということをやってきました。そして我々の世代はこれをオンタイムにするということを理解することができなかったのです。そして地球が自殺行為をしないようにする、そして自然を我々が守っていかなければいけない最悪の状況に対応することができないということになっていたわけです。しかし我々は、世界は不均衡があります。それは国と国の間の不均衡、そして国の中の不均衡もあります。不平等もあります。昨日グロテスクな利益を石油やガス会社が起こしているということを知りました。そして税金の問題もあります。そしてウクライナの人々は本当に苦しんでいるということも知っています。そして大変な予算をさらに価格が上がっている、日本もそうだと思いますけれども、なかなか価格の情報商は難しい国だというふうに聞いていますけれども、うちの国などはインフレ率は 9% 10% になっています。そしてサラリーの方の上昇率は 2% ぐらいしかないのですから、大変な生活を押し付けられているわけです。しかし世界の最も豊かな人々、彼らの富は様々な形で上昇の一途です。中等レベルの人々、こういった人々、中間層は北でも南でも苦しんでいます。そして劇的な状況があります。そしていろいろな国におきましてはワクチンも十分ではありません。そして回復のためのリソースも国によっては違うわけです。日本であるとか米国であるとか、そしてアフリカの国々と比べますと本当に違うのです。さらにプラスしまして、ウクライナのインパクトによりまして途上国の影響は大になっています。彼らの財政基盤が緩んでいるわけです。そして破綻の意図であるわけです。そして政府の方がその国民の価格の上昇を止めることができないということが非常に大きな問題になっています。よって途上国とそして先進国との間のギャップはますます増加しています。ギャップが拡大し、そしてこういった豊かな人々がさらに大きくなっているということを見ているわけです。このような不均衡が、不平等がますます増加するということです。不均衡ということは社会的な問題、そして飢餓を起こします。このような状況になりますと紛争も起こります。我々は世界でいろいろな新しい世界が出てきて、そしてまた戦いが出てきて複雑さを増しています。リビアもそうです。リビアにおいても例えば将軍が出て、そしてトリポリにおいても軍も出て、ロシアの方の侵攻に合わせマレーシアの方でも戦いがあります。スーダンもそうです。トルコのプレゼンスもあります。シリアの方もあります。シリアの方、その両方の側におきましての戦い、もう戦争がなかなか本当に解決難しい状態になっているのです。そしてもうそのインパクトといったならば、人々に対しましては本当にもう劇的な形で最悪の状況を生んでいるわけです。我々は全体的に失敗してきたというふうに思うのです。ぜひ皆さんにはこういった教訓を知っていただきたいと思います。この核があるということ、そしてこの均衡の
気候変動のリスクもあるということ、そして不平等のリスクもあるということ、そして社会的な形の一貫性がそれによって壊れているということ、この3つのリスクが本当に責任を持っているのです。法制し、そしてサステナビリティを壊してしまうのです。我々は今戦わなければいけないのです。少なくとも今我々は戦っていかなければいけないのです。そして保護をしていかなくてはいけない、そして気候を守っていかなければいけないのです。日本はもう政治的な力を持って石炭の役割についてどのようにするか、火力発電所をどうするか、そして公のお金を使って、そして火力発電所をもうそれ以上作らないというようなこともありますし、そのさまざまな知恵を絞っているようです。またその他の側面においても皆さんの社会の中で話していくことができます。グローバルの中でも話していくことができます。我々は新世界において中国、インド、インドネシア、それからそういった国々のキャパシティ、そして CO2 を少なくするという時の決意を持つということ、そしてこういった方々に対してのサポートをするということ、そういったところは海上の上昇、それから干ばつ、嵐、そういった気候変動によってなかなか難しい状態になっているわけです。ですから我々は適応していかなければいけないということです。この20年間本当に重要です。そしてこの20年間がキーとなるでしょう。サステイナビリティを気候変動では実行する、そして軍縮のために戦うということが必要です。1万3000発がまだ核弾道が残っているということ、そして核軍縮もまたとても重要です。核軍縮、そしてこのような核を少なくするということ、これは必要です。また通常兵器においてさまざまな都市が毎日潰されているという状況もあります。新しいテクノロジーが生まれ、そして新しい自動的な兵器が生まれて、これによりましてさらなる脅威になっています。ですから軍縮がとても重要だと思っています。人々、そしてこれからの世代を救うためには必要なのです。また同時にもっと不平等と戦っていかなければなりません。不均衡と戦い、ダイバーシティを意識し、そして多様性が導入されなければなりません。そして包摂性を実行していくということが必要だというふうに思います。これが我々の戦いです。そしてこの2つの世代が協力しなければいけない。我々これが失敗だということを分からなかったという世代なのです。ですからそれを変えていかなければならない。あなた方が責任を持っていなければいけないのです。そして準備をしなければいけないのです。状況は悪いですけれども、素晴らしい機会がある。テクノロジーは素晴らしい形で生まれているということを知るということが必要です。1875年、移民として、来た時には電気もない、そして、おじいさんの時代には何もなかったのです、そう言っていた時もありました。このような時と比べるともう新しいテクノロジーはすごいです。でもリスクはあります。しかしチャンスはあるのです。皆様方の世代ですが、兵器もないところで、そしてサステナビリティが依存できるような世界、そして核のない世界を作る、気候変動がコントロールされている世界を作る、そして社会的な一貫性が、不均衡のない世界が生まれるということを実現していただきたいと思います。なんか奨励した形になっていました。あなた方に責任を押し付けているような気もします。そしてこの大声を出して我々のこういったもの、我々の世代このようなものを作っておりますけれども、耳も聞かえないというような形で黙っていたのです。待っていてはダメだというふうに思います。誰も聞こえ耳を貸さないということではいけないのです。大声で皆さんが話してください。
Well, thank you very much for opening your... ありがとうございました。このイベントにおいて事務総長が本日来校されるということで本当に私は夢中になっておりました。中島渉と申します。秋田の国際教育大学の学部生であります。広島にまたこのように戻り活動に参加できて嬉しく思っております。8月6日というのは先ほど言われたように広島の人々にとっては特別な日です。45年に何が起こったかを考え、また今の核兵器の状態を振り返る重要な日であります。さらにまたこの日は核軍縮を祈り、その実現に向けて努力を続ける日です。しかしながらロシアとウクライナの状況によりまして、核兵器を使用するリスクが著明に高まっています。一方で今年8月6日というのは重要な特別な日となりました。NPT 運用検討会議が8月に始まり、多くの諸国が核不拡散に対してのガイドラインの作成の機運の高まりが見られます。本日私たちは出席すべき人々がすべてここに揃っています。グローバルリーダー、それから熱に富んだ若手の核活動家、それから皆さん常習です。本対話の目的は日本在住の若者がその革新的な考えだとか、あるいは活動意見をそれぞれの経験に基づいてさまざまな観点から事務総長と語るということです。テーマは核軍縮にとどまりません。教育、気候変動、多様性、インクルージョンなどなどテーマです。でこのセッションでは2つの質問があります。まず、どのような課題に皆さんの活動で直面し群衆が進まないでいるのか、そして皆さんはどのような望みや希望を事務総長そしてグローバルリーダーに対して示したいかということです。でトピックに入る前に、まず皆さんパネリストから自己紹介とどういう活動をやっているのかというのを1分5分ずつ、現在をどういうふうに考えるかもお願いします。どうぞ。ありがとうございます。こちらに呼んでいただいて本当に嬉しく思っております。浅野秀野です。私は現在事務局ジャパンエネルギーネットワークスで働いております。そして、核兵器廃絶日本エネルギー連絡会というところで20以上のそういった協会をまとめる事務局をしています。日本政府に対しまして影響力を持つということが核軍縮のために必要であるということでアピールをしております。国と国の間の市民社会が協力をし、それをサポートし、そして国際的な形で政府にアピールしていきたいというふうに考えています。ありがとうございました。こんにちは。ご招待にお預かりありがとうございます。中村静香と申します。私は東京の大学の学生でノーニュークス東京という団体を立ち上げました。ここは軍縮に対して安全に声を上げることができる場でありまして、長崎広島以外でこのような活動をやっています。現在日本の政治家たちに核兵器禁止条約に入るように運動しております。さらにまた被爆者の皆さんの証言を聞く会というのを設けています。私が今思っていることなんですが、ウクライナの危機によりまして社会全体が非常に意識するようになってきたと思うんです。軍縮とについて意識するようになってきました。しかしながらますます難しくなっているのは核兵器廃絶をについてそれを訴えるということが難しくなってくる。インターネットや SNS マスコミによって大きくこのようなことを批判を受けてしまうのです。これについては後ほどまたお話ししたいと思います。ありがとうございます。皆さんこんにちは。奥野佳子と申します。私は今東京都内の大学で保育について学んでいる20歳です。私は広島出身で広島で生まれ育って核兵器がない世界が平和な世界だってすごく習ってきたんですけど、核兵器だけじゃなくって気候変動であったりジェンダーや貧困などさまざまな問題が解決されないと本当の意味での平和な世界じゃないんじゃないかなっていうふうに思った時に、まずはタイムリミットのある気候変動の問題から取り組まないといけないな
と思って2019年にフライデーズフォーフューチャー広島というムーブメントを立ち上げて、気候変動に対するアクションの企画運営であったりとか署名活動や政策提言などを行ってきました。また広島出身ということでやっぱり核兵器の問題は被爆者の方のお話を聞いてきたということもあって取り組まなければならないなというふうに思ってメアリーと一緒に PCV で修学旅行生に向けた平和公園のツアーガイドなどもこれまでしてきました。で私はこの77年経った今この時に核兵器の問題を考える時にもちろん広島長崎のメッセージを伝えることも大事だけれど核兵器の問題っていうのをジェンダーや気候変動やさまざまな視点から見る必要があるなというふうに思っていて、だから日本ではまだそこが あまり浸透してなくって逆に世界では広島長崎の声がまだまだ届ききってないなっていうふうに思うので広島ではぜひジェンダーとか気候変動とかさまざまな問題をもっと一緒に考えたいなって思うし海外にもこの広島のメッセージを伝えていけたらいいなというふうに思っています。今日はどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、鈴木健人です。非営利団体広島の団体ですが自分ことかプロジェクトを主催しています。でこのアイデアなんですが2020年、覚えてらっしゃるでしょうか。UN75 in 広島のイベントにおきまして私たちはオンラインのプラットフォームを作って世界の若者たちがいろんな諸国の人々と友人になりと同時にさまざまなグローバルな問題を自分事として考えていこうというふうに考えました。でこのような活動をいろんなセッションを1週間に1回さまざまな日本の学校それからさまざまな諸国と結んでやっています。私たちの心情は同じです。それぞれの人間がさまざまな重要な問題を自分ごとかとして考えることができなければまずはこういった問題に関心を持てない。さらに目に見えるような活動を問題解決に向けて行うこともないだろうと。で YouTube の広島平和記念式典の連日を聞いて思ったんですが本当にこのことが重要だと思いました。表向きには核軍縮に向かってやろうとみんな言うわけです。そしてこのような活動を信頼を持ってやっていくことが必要であってそのようなパワーを持った人々がどのように考えているかということもぜひ関心を持ちたいと思います。こんにちは、ボストンから来ました米国のメアリーです。6年前に広島に来ました。ピースエデュケーションのピースカルチャービレージを日本とそしてアメリカの人々と一緒に作りました。 PCB と呼んでいます。我はサステイナビリティをキーワードとしております。事務総長もおっしゃいました。広島の平和活動のサステイナビリティを維持したいということです。被爆者の平均年齢は84歳になってしまいました。そしてもう承継される人もいなくなってきています。よって PCB は2つの観点からこのチャレンジを取られています。テクノロジーでユーストゥーユースのコミュニケーションを取りたいと思います。機械とそして若者の力を得て活動を行います。そしてユースが若者がサステインなものの活動をします。もちろん有給にしたいと思っています。そして現在のところ60人の若いリーダーが1万人の人々45カ国から集めまして平和教育プログラムを提供しています。我々はパラーがのに信念を持っています。そしてこのような平和教育がとても重要だというふうに考えています。まずは平和教育、社会的なアントレプレニアシップ、そして人々のオーガナイゼーションが必要だと思ってきました。皆さんのこれまでの旅路、どのように核兵器廃絶に関心を持つようになったかという話もありました。それでは質問に入りたいと思います。皆さん、今の課題、チャレンジは何でしょうか。いかにそれを克服しようとしているのか、いろんな障害があると思うんですが、どのように克服しようとしていますか。で、私の方からいいでしょうか。若者は問題に直面しています。場所がない、コミュニティがない、私たちが継続してこういう
活動を例えば仕事として続けられるような、あるいはこのような活動や勉強を続けられるようなところがないんです。仕事としてこれをやっていくという選択肢がありません。まず資金的、私たちの生活を支えていく経済力が必要です。メアリーの方はすでにどのようにこの問題を解決するか見つけているようで、 PCB のメンバーの方では分かっているようですので、メアリーさんはどう克服しているんでしょうか。ご質問ありがとうございます。2つのやり方があると思います。まずはフライデーズフューチャーがやっている自分ごとか無能活動もあります。そして、卒業後フルタイムやパートタイムの仕事を得て活動するということ、私もそうやってるんです。大学卒業して行うということです。カラクラッカというグループが広島にあります。美穂さんと私が一緒にいまして、美穂さんはフルタイムの仕事をして、そして平和活動も行っています。そして私は日本の若者の方々がフラストレーションを持っているんじゃないかと思っています。フルタイムでこういったエネルギーを発揮したいのにというふうに思っているのです。しかしビジネス、それから会計がないというふうな形で思われてしまうということです。それでどのようにしたならばこういった社会的な NGO の仕事を実現することができるのか、そしてその仕事をサステナビリティと、そしてビジネスと結びつけることができるかということを考えています。 PCB におきましてはもっと若い人々がこの中にあって、それからビジネスのバックグラウンドを持った人にも来てもほしいと思います。もっとヘルプが必要です。それは確かです。そしてまた若い人々をこの中に入れていくということ、それはサステナビリティにとってはとっても重要です。秀山さんの方がインクルージョンの方もやっています。また軍縮の方でもインクルージョンの話をしているのですから、何かありませんか。ありがとうございます。私の組織はこの資金の問題では常にあります。次に若者巻き込み参加でありますが、若者に対してチャンスを与える、機会を与える、意思決定過程に参加する機会を与えて、そして積極的な役割をそれぞれの団体や組織で果たしてもらう機会が必要です。私は広島長崎どちらの生まれでもありません。私はこの核軍縮に興味を持ったのは約1年前です。で、私のこの現在参加している組織によりまして、活発に例えば声明文の原文を書いたり、あるいは実際に TPNW の締約国会議にも出ることができました。私の例などから考えますと、このようなチャンス、活発に積極的に参加するチャンスを与えるというのは若者にとってとても役に立つと思うんです。これが若者にとってのエンパワーメントだと思います。これが私のやり方です。ありがとうございます。3人の方々がおっしゃいましたように、主要なイシューは何であるか、もっと多様性が必要、そして包摂性が必要、これはジェンダーの問題もそうですけれども、メアリーがおっしゃったように、もっと経済界の経済活動をしている人々の力も必要で、浅野さんがおっしゃいましたように、もっと若い人は必要だということもおっしゃいました。それからリーダーや、また組織化をされている方々、そして組織化を引っ張っていっている人々を、こういったところが信頼性を醸成していくということで、そして若い人の教育活動に当たるということが必要です。そして次のリーダーを育てるということが必要だと思うのですが、こういったチャレンジはどう思いますか。神賀さん、健太さん、どうですか。お二人ともインターセクショナルなアプローチを取ってらっしゃいますね。そして軍縮活動をされています。つまり同時に他のこともされているということなのですが、ですね、私はたまたま広島で生まれ育ったから核兵器の問題っていうのが自分ごとになっていたけれど、他の国の人や、そして他の地域に住んでる日本の人にとっては核兵器ってすごく遠い問題に感じてしまうけれど、逆に気候変動の問題って、今日も暑いねとか、自然災害の被害に自分があったとか、そういうところから環境問題に興味を持ったり、
自分が女性差別を受けたとかでジェンダーの問題に興味関心を持ったりっていう風に入り口がいろんな入り口があるなっていう風に思っていて、だからこそなんか私たちアクティビストが日頃からそのいろんな問題の交差性っていうところを発信していくことによって他の問題に関心がある人がこうやって核兵器の問題にも興味を持ってくれたりとか、あとは他のムーブメント同士でこうやってこういう場でつながることによって日本全体そして世界の運動っていうのをどんどん大きくしていくことができるんじゃないかなっていう風に思ってます。ケント君はどうですか？はい、ありがとうございます。 Thank you so much for Kako for Kako さん、ありがとうございます。おっしゃった通りです。私は強くこういった関心が特に核軍縮なんとにとって日本では少ないということも実感しています。そして我々の大きなチャレンジとしては、そして核兵器のない世界を作ろうとしている努力をなかなか難しくしているのは、日本の政府も核兵器に対してまた一般の人々に対して関心が少ないということ、本当に悲しいことだと思います。しかし、それもわからないことではないというふうに思っています。そしてまた保有するべきだというふうに言っている人もいるということですので、しかしウクライナのロシア侵攻もありましたし、そういうことを考えますと我々が核兵器のない世界を作ろうとしたならば、単に核兵器を減少させるということばっかり話していてはダメだと思うんです。そしてもっとシナリオ作りをしなくちゃいけない。そして個人的にもそうですし、また世界の指導者もまた、核兵器国の方が十分にもう核はいらないじゃないかという信念を持たなければいけないのです。そしてそうすることを、することによって国際的な紛争のリスクも少なくすることができると思うのです。でも本当にこれがなかなか、難しいというふうに思います。その通りだと思います。キーワードはカンバセーション、さまざまな活動者と対話するということです。私たちは常に頑張っています。例えば政治家とも対話をしようと努力しています。最初に言ったように私たちは常に批判されています。声を上げて核兵器廃絶を唱えると一体どうやってそれを実現する気なのとか、いかにその問題を解決しようと思っているのとか批判を受けます。なぜならば一つの大きな原因というのは日本の政府の姿勢だと思います。事務総長が TPNW の会議で演説なさったように、日本のリーダーたちがメッセージを発信する、つまり私たちが全員全滅するまで核兵器をまず廃絶しましょうと、そういったことを発言すれば日本の風潮というのは核兵器廃絶に向かって大きくなびくと思うんです。昨日対話を持ちました。日本の政治家 等の対話を持ちました。その時に彼らの姿勢だとかを見てみると、こういう感じなんです。でそういう話をしようと思うと、本当にこういった話をどう聞いたらいいのかもわからない、私たちの声を聞こう、傾けようともしない姿勢でした。はい、議員の方々と昨日セッションを持ちました。その中で十分なメカニズムがないのではないか、そして指導者が我々の市民社会若い人々の声を聞く気がないのではないかというふうな気がいたしました。しかしそれでも彼らの反応が同じようなものであったということで、テンプレート化したような確率的な答えだったのです。本当の意味での民主化された対話が政治家との間に必要だと思っています。本当にそれは素晴らしい点を突かれたと思います。グローバルリーダーや
高いくらいのリーダーに会って話をするというのは若者にとって簡単ではありません。これは私個人の経験ですが、私は広島出身です。ということで広島からのメッセージをノーモア広島、ノーモア長崎というメッセージを伝えようとしてきました。しかしながら場合によっては、この分野の人たちはみんな同じような経験があると思うんです。私たちは理想主義者だとか夢見がちだろう、無双家だろうと言われてしまうので、でも私たちはそうではありません。私は本当に嬉しく聞きました。事務総長の今のご挨拶を本当に嬉しく聞きました。というのも事務総長は軍縮というのは本当に重要な課題だとおっしゃったのです。不拡散も重要だけれども軍縮ということでは本当に行動が必要だということをおっしゃいました。これ本当に重要な意義のある言葉だと思います。これ本当に私たちにとって勇気づけられる言葉でした。ありがとうございました。では次のテーマに移ります。皆さんの課題のお話を今聞きました。ではどのように、国連だとかあるいは世界のリーダーで今皆さんのこの生配信を見ている人がいると思います。彼はどのように皆さんを助けることができました。皆さんの軍縮への活動、そしてさらなる活動に向けて彼はどのような手助けができるでしょう。できるでしょう。また私ですが、2つサジェスチョンがあります。まずはもっとサポートを各のみならず軍縮の教育のためにサポートしていただきたいと思います。いろいろな複雑なことがありますので、知識が十分でないと理解も深まりません。そういった意味では重要なのは軍縮教育ができるだけ若い人々にもアクセスを取ることができるようにしていただきたいと思います。特に英語圏でない人々に対しても理解が深まるように、特に国連に関しても、また他の政府にとってもこのような軍縮教育を強調していただきたいと思います。これが一つです。二つ目では国連の参加のもとに若い人々を集めて国際会議をしていただきたいというふうに思っています。私は核兵器禁止条約の締約国会議にも出ました。そしてICANの会議にも出ています。そして他の若い人々とも会うことができましたが、しかし国によってはこのICANのフォーラムに人を送ることができなかった、財政的にも政治的にも問題があってできなかったというふうに聞きました。こういった時には国連なりその他の組織がこの若い人々が主導できるような国際会議に対して財政的なサポートを提供することができ、他の人々との対話ができるようにしていただきたいと思います。私今言ったことに対して関連して発言します。国際会議をもっとみんなが参加できるようにする、世界の若者が。それに加えて私は具体的な提案があります。それは文字通り若者版国連の設立です。このプログラムにおいては、例えば力の格差はありません。例えば国連の常任理事国とそうでない国の間にあるような力の格差はない。でもちろん同じようなプログラムを国連が世界のユースのためにやっているということですが、しかし私の提案は今のやり方とちょっと違うんです。まず第一の大きな違いというのは、このプログラムは継続的でなくてはならない。少なくとも1年間でまず本人が参加することが必要。それから若者、世界のユース、若者が本当に実際のところそれぞれの国の政府の代表として扱われることです。よってそれぞれの国の責任として出席する若者を選んで、そして送り出すということです。それから3つ目の違い、それはこのような若者版国連ということですが、完全に透明化するということです。例えば全て生配信の討議をすると、そして記録します。よって
世界の人たちで、このようなプログラムに実際に関心がなくても一体何をやっているのか、どういったことを話し合っているのかというのがみんなに透明化されて分かるようにするようです。さらにまた毎年その参加者を変えます。でこのようにして参加できる若者の数を最大限にする。でこのようにして同じような意見考えを持った明晰な頭脳の優れた若者たちが世界をその兵力がない世界にしていくところで大きな力になると思います。自分個人的な信頼と友情に結びついた若者たちの活躍です。でこのような若者版国連がぜひ実現すればと思っています。人たちへのプログラムっていうのすごく重要だなというふうに思っていると同時に、今いるリーダーに対しての働きかけっていうのもぜひ国連にはやってもらいたいなっていうふうに思っていて、私たちやっぱり政治家の人と直接話すってなかなか機会もないしハードルも高いし、でも国連とかそういった機関が直接働きかけができるっていうことがあると思うから、私たち若者の声をぜひ届けてほしいなっていうふうに思っているっていうのと、国連だけじゃなくて世界のリーダーっていう面で言うと、特に湯崎さんぜひいらっしゃってるのであれなんですけど、やっぱり広島っていうのがこの平和を発信していく場所として気候変動対策はぜひやってほしいなっていうふうに思っていて、やっぱり気候変動が深刻化していったら戦争が起きてしまったりとか、核兵器が実際に使われてしまうかもしれないっていうリスクもあるっていう中で、やっぱりまだまだ日本とか広島の気候変動対策っていうのが不十分だなっていうふうに思っています。日本は2030年までに温室効果ガスを 62% 以上削減しないといけないっていうふうに言われてるんですけど、今の日本の削減目標っていうのは 46%、 そして広島の目標っていうのは 22% っていうことで、まだまだその気候変動っていう部分に対してその世界に対してのメッセージっていうのが弱いんじゃないかなっていうふうに思っていて、本当の意味での平和っていうとやっぱりジェンダーとか貧困問題とかあらゆる問題を解決していく、そのリーダーシップをここ広島から発信していってほしいなっていうふうに思っています。 Yes. 気候変動というのは本当に重大な私たちにとっての問題だと思います。その問題をできるだけ早く解決したいと私も考えます。私たち核兵器廃絶は私たち自身ではできないかもしれません。しかしながら現在軍事力に使われている費用を気候変動対策として使うということができれば、もっと早く気候変動対策が取れると思うんです。で言いたいのは、これは提案要請というよりも提案なんですけれども、浅野さんがおっしゃったように、私ウィーンに行きました。で ICANN のニュークリア版フォーラムに参加しました。本当にかっこよかった。そこに集まった人たちはみんな活動家で、場合によっては難しいテーマもありましたが、本当に魅力的な人たちでした。いろんな問題、アルコール、お酒を飲みながらおやつを食べながら話し合いました。日本ではこういったイベントはないと思うんです。みんな真面目になりすぎてしまっていて、でこれが継続されていけば誰もコメントをしたくなくなってしまいます。よって本当にそういったようなイベントを日本でも実現したいと思います。どういうふうにしたらお互いに協力してそのようなイベントが開催できるか、ぜひ考えていきたい。Yeah, I was looking at all... その通りです。ソーシャルメディアの方でポスティングやってらっしゃいましたけども、私入ってなかったので本当にクールですね。スーカさんがおっしゃっていたように、このクールな部門というのはとても重要だと思うんです。みんなが魅了されます。私の提案ですが、皆さんに提案があります。私グローバルのリーダーに見ていただきたいんです。ますますエンターテインメントの部門と協力していただきたいと思うんです。エンターテインメントの文化というのは若い人々にも核軍縮であろうと、それからその他の気候変動であろうとアピールするということができます。そしてモバイルゲーム、何百万人の人々が参加しています。ユネスコはマインクラフトとも協力していらっしゃいます。皆様方それプレイされていますか。それから国連の方からはソニーと協力して、そして
映画やゲームの方に SDG をエンターテインメントに導入するという試みが始まっています。素晴らしいことだと思いますので次の高みに上げていると思います。 e スポーツのチーム伊崎知事ありますよね。それを平和とそしてエンターテインメントをリンクするということはどうですか。それから国連の方でもエンターテインメントの部分と SDG をリンクするということはどうですか。私はもうぜひこの方向、私のカリアもこのところで見つけていきたいと思うんです。エンターテインメント、ポップカルチャー、そして平和です。ぜひ皆様方もっと私と話ししましょう。 Thank you。ありがとうございました。本当に身の良い討議をいただきました。私も本当にワクワクしながら聞いています。もっといろんなことを聞きたい。後ほどまた討議を続けてもいいなと思っています。一つ重要だと思った点があります。みんな課題としては人がいない、みんなあまり関心を持ってくれてない、核軍縮というのは難しい、扱いにくい、誰もとは言いませんが多くの人がこれはその切腹した危機ではないと思っている。よって私たちの役割はこの問題をもっと皆さんが手を出しやすい、関心が持てる、魅力的なかっこいいテーマとして取り上げていくということだと思います。よってこのような分野のみんなの考え方や気持ちを変えたいと思います。まとめとして、広島在住の若者として被爆者の証言をたくさん聞いてきました。そして長い時間を被爆者の皆さんと過ごしました。そしていかに彼はその憎しみ、そして悲劇的な経験や記憶を力に変えた、他の人を幸せする力に変えて平和な世界に対する祈りの力に変えてきたわけです。ということで強調したいのは、私たちは変革を実現する準備ができている、それを前向きに進める準備ができているということです。ということでグテーレス事務総長に再びお話をいただきたいと思います。今見ている若者に向けてのメッセージをお願いします。まずはじめにちょっとしたコメントです。中心的な話する前に、まず一つはウクライナの専門です。何度か言及されました。ウクライナの戦争は2つの点で利用されています。一つは核軍縮については、この戦争があるのでちょっと注意しなさいと、石油とガスはあまりにも高いと、これはウクライナの戦争のせいだというふうに言われていますが、それは全く反対です。核兵器がなければウクライナの戦争はこのような状態にはなかったはず。よってウクライナの戦争から分かるのは、本当に核兵器を排除しなくてはならないというその理由なのです。このような戦争が起こったとしても今のような状態ほど危険なものにはならなかったでしょう。2点目の視点、世界はこの数十年の間にその再生可能資源にもっと投資していたら今のような LNG だとか石油ガスの危機はなかったはずです。これまで本当に化石燃料にもっぱら頼ってしまった。よってウクライナの状況によって今のようなエネルギーの危機的な状況になってしまったわけです。よって私たちはこのような考え方、これは典型的な考え方でそのようなことを言っている人がいますが、それは本当に意味がありません。本当にもっとよく考えたら世界全体のこの方向性を変えていく、軍縮、それから持続可能性に向けて、そして気候変動の保全に向けて、さらにまたインクルージョン、包摂性に向けてコースを変えることができるはずです。さて中心的な問題はまずパワー、力です。力の関係です。政治的リーダーの姿勢、それから国際機関のリーダーの姿勢というのは若者に関連して変わっていきます。私がポルトガルの革命の後いろんな活動に入りました時、政治家たちは全然若者について関心がなかった。
勝手にやりなさいと。しかしある時、学生はいろんな問題を起こし、政治指導者たちは若者と対話せねばと思ったのです。そしてこれはプロパガンダに基づく対話となりました。そして次に発見したんです。これはうまくいってないなと。若者は何か言いたいと思っているということで、いくつかのメカニズムを作りました。若者たちが発言するメカニズムです。若者が発言した後、政治指導者たちはだからといってその通りにするわけではありません。そして次4つ目の段階です。それはみんなの何人かがおっしゃったこと、それは政治的な意思決定過程への参加です。そのためには戦いが必要です。なぜならそれは皆さんに与えてくれるものではありません。皆さんが戦って勝ち取らなくてはならないのです。政治制度、さらに国連のような組織に、おきましても、制度的な若者が政治的な意思決定に参加できるようなメカニズムが必要です。その意思決定過程を、それから若者と、それから他の世代も参加できるようなチャンスが必要です。若者たちが意思決定過程に国連の中でも参加できるようなメカニズムが必要だと思います。そして諸国の政府におきましても、若者が本当に意思決定過程に参加できるようなプロセスが必要です。でこのようなトップダウンのアプローチだけではなくて、下からのアプローチも必要です。皆さんの方がずっとこのような技術には優れています。皆さんは運動のネットワークを簡単に作ることができるのです。もし極右の人たちがアメリカの選挙で見たようなネットワークを作るのであったらば、クアノンのような団体を作るのであったらば、皆さんだってできるわけです。皆さんがこのようなネットワークをこちらから作れない理由はありません。若者たちの世界的な運動、社会的なメディアをもっと活用する、そして軍縮などを訴える、そしてでその軍縮の阻害になっているものをに戦いを挑むのです。兵器、兵器製造会社、例えば石油会社、石油ガス会社については、皆さんご覧になったかどうか分かりませんけど、私は3、4日前に批判しました。同じようにその兵器産業は多く儲けています。皆さんは彼らに対する反対キャンペーンを打ち上げることができる。そしてそのためにはネットワークを作ることができるのです。それはそうすればいろんな団体が入ってきてくれるでしょう。普通良き人というのは素朴なんです、優しいんです。でもタフじゃなくてはいけません。本当にこのようなキャンペーンを立ち上がって相手を噛んでやるぞと。でもし政治リーダーがもう失敗、言うこと聞かないから次の選挙で落とすぞといったような戦い必要なんです。大体政治家というのは次の選挙を気にしますから。これが意思決定の過程の現在の問題で、全ての問題は構造的な長期的な問題です。そして次の選挙のことをしかしみんな気にしてしまうのです。短期的な目でしか見ないのです。でもそんなことをやってたらバイバイだよというふうに言ってやる。でそんな形ではうまくいかないんだということを言う必要があります。活発に皆さん得意の技術、特にソーシャルメディアを使っていきましょう。しかしそれを組織的にやるんです。しかもしっかりと強い気持ちを持って、いいことを言うだけではなくて厳しいこともやって、悪事を働いている人に対しては震え上がらせてやるぞということも必要なんです。それから国連におきましても皆さんを助けることができるような、例えば教育だとかそういったところについては支援できると思います。あと10秒ぐらいもありません、10秒ぐらいしかありませんですが、皆さんと今日一緒に時間を過ごせて本当に嬉しく思っています。頑張れ、そしてみんな痛い目に合わせてやれ。Thank you very much for
ありがとうございました。本当に素晴らしいお言葉をいただきました。若者の力というのはパートナーシップとそしてネットワークドという言葉に力づけられました。では最後に伊豆崎知事のお言葉をいただきたいと思います。Hello, thank you very much, everybody. I'm not supposed to speak. 皆さんありがとうございました。だいたい親とか大人から見ると、大体問題作るのは子どもなんですけど、今日の事務総長の話では、我々が問題を作って、それを皆さんに渡しているというですね、まさにその通りだなと思うんですけども、若い人がこうやって、いろんな問題について、問題意識を持って自分事として取り組んでくれるというのは本当にそれこそ大人として問題を渡す側として心強いなというふうに感じました。皆さんは、なんて言うんだろう、喋り方も違うし、そのさっきのエンターテインメントの話とかもやっぱり感覚も全然違うし、でも次の時代をまさに作っていくっていうかシェイプしていくっていうのは皆さんの、なのでその感覚をやっぱり我々も取り入れて、そして大きなムーブメントにしていかなければいけないなというふうに思います。で広島県も高校生までのプログラムっていうのがたくさんあるんですけど、あと大学生ぐらいまではまだあるんですけど、ちょっとその先っていうのはあんまりプログラムもなくてですね、ただ広島県もそうだし、国連もそうだし、多くのそういった組織でですね、実は若い人を求めているのでそれは皆さんのジョブにもなるし、その中でこうみんながこう考えることをまさに提案してそれを実行してもらえると本当に世の中は変わっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひね躊躇しないで、仕事がないってことはないですからたくさんありますので、NGO でやるのもいいし、そういうすでにある組織を変えていくためには皆さんが参加してくれるととても素晴らしいなと思います。みんなで一緒に新しい未来を作っていきましょう。はい、ありがとうございました。Thank you very much. Those are very good. ありがとうございました。素晴らしい勇気づかれる言葉と英知をいただきました。皆さん、パネリストの皆さんに御礼申し上げます。素晴らしい対話だったと思いますし、若者が考えていることがよく分かりました。私自身勇気づけられ、インスピレーションを受けました。皆さんも同感であったらば嬉しいです。最後にお知らせです。今見てらっしゃる若者の方も多いんですが、ユニタールにとっては今回のセッションが終わりではありません。またこのようなセッションを9月21日に設けるつもりです。これは国際平和デーです。多くの世界各地の若手の活動家で SDGs の問題だとか社会正義の問題に関わっている人たちを集めます。ぜひ今後もご注目ください。私たちはこれで活動家それから被爆者が始められたことを私たちの手で集結をもたらす準備ができています。皆さんありがとうございました。これで閉会といたします。次に写真撮影をしたいと思います。